神奈川県花さんからいただきました。ありがちキスマイ。集合写真のポーズはグッドポーズしがち。ジャニーズ公式ツイッターや公式写真など集合写真を見るとほとんどグッドポーズをしています。皆さんは気づいていましたか？気づいてますよ。あれは藤ヶ谷太輔から始まりましたね。そうだよね、はい、ガヤさんがなんか無言でやり始めたんだよね。なんで やり始めたか覚えてないけど、なんか急に、いやダサいポーズをやりたいみたいな古いのみたいな、なんかそっから始まったよね。あ、そんな感じだった気がする、うん、なんかちょいダサみたいなさ。そう、ピースじゃないちょいダサのポーズを、うんうん、なんかさ昔ジュニアの頃とかさ、うん、あの歌番組とかでピースするとめっちゃ怒られてたかった。怒られたね。怒られてたよね。同じことやるなとかさね。だけどなんか今なにわ男子の子とか割とみんなピースとかしてるじゃん。なんかだから一周回ってまた新しいんですよ。そういうことだよね、はい、時代はね変わっていきますから。回っていくななんかすごい冷たいっすね今日冷たくないわ。あ、本当？久しぶりだから照れてんの。え、そっか、うん、久しぶりに会ってるから。そうだね、今月初くらいで会うの。キスぶそぶりでしょ。そっか、え、2週くらい。ちょっと待って、今月初。今月初ですだよね。8月の末くらいになって。ああ、もう9月の半ばだから。いや、お忙しいから会えないじゃないですか宮津さんは。キスマイレディオ始まるよ。こんばんは、スマイフット2の横尾渡るです。宮田俊也です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ。今夜の放送は今年のお正月以来8ヶ月ぶりにこのコンビでお送りします。なんとですね、はい、うちの宮田俊也さんがですね、はい、収録してる今日ですね、9月14日、34歳のお誕生日ですね。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、34歳になっちゃいました。はい、続いてどうだったですか、昨日前日会って迎えた時はどんな風にお過ごししてたんですか。昨日はね、あの仕事終わってお家帰ってきたのも、ね、何の仕事してたんですか。はあのまだちょっと言えないやつなんだけど。あ、来週発表できるやつですか。来週発表なので皆さん、来週ぜひしっかり聞いていただけると、ね、うん、宮田俊也さんの重大発表が。え、お仕事をして、そうで帰ってきたのがもう23時くらいだったのよ。はい、で、はぁーって思って一息ついてお風呂入ろうと思って、お風呂入って出たらもうあの34歳になってた。ちょっと待ってください。34ちゃいっていうのか34歳っていうのか、ちょっと自分の中で固まってもらっていいですか。今迷ってたよね。迷ってました、ね、迷いありましたよね。34ちゃいでいきましょうかね。はい、34ちゃいになってましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。そして3日後には、うん、北山さんですね、今博多座の方でエンドレスショックやっておりません、ね、堂本光一さんの舞台ですね。俺見に行ったのよ。あー、聞きましたよ。あのね、ヒロミツめっちゃ良かったわ。良かった。あれやってた。Hey, ヒロミツ。Hey, ヒロミツ。それで、あれ、これまだ公演期間中か。あー、じゃあちょっとネタバレになっちゃうからやめとこうかな。でも、ヒロミツめっちゃ良かったんだよね、なんか。あ、そう、ヒロミツ、うん。赤い髪でした。赤い髪だった。シャンクス。まあ、ほんとに。炭治郎、どっちでやった。いや、まあ、炭治郎寄りではあったけど。あった。うん。いやー、俺はね、ちょっと、うん、もう感動しましたね。ヒロミツの歌も歌ってるの。Let's go Tokyo って歌ってる。歌ってた。あのやっぱさ、ショックってさ、子供の頃から我々も見てたりさ、横尾さん出てたじゃん。私は出演させてもらってました。出てたじゃん、はい。なんかその時何回も見てた舞台にさ、あのメンバー出てるってなんかすごい不思議な気持ちだったんだけど。最初はメインっていう言い方でいいのかな、ね、で出てるのはね。そうそう、まさか自分のグループのメンバーが出るとは思ってませんでしたから。確かにね、そうなんだけど、うん、それもさ、なんか最初不思議な気持ちだったんだけど、最後には、うん、もうなんか心わしづかみにされてた。それはだってみんなの舞台見に行った時そう思いますよ。まあ今日は野賀も見に行くんですけど、関係者さんなんですけど、それは終わった後かっこいいなとか思いますし、プリテンダーもかっこよかったですよ。また再演お願いします。もうそうですね、タイミングと機会があればぜひね。皆様の声があればプリテンダーの方も再演しますので、ぜひぜひメールの方ください、うん、まあ今夜もねこんな感じでやっていきますけども、ね、はい、一曲いきますか。いきましょう。じゃあ宮田さんお願いします。はい、それでは聞いてください、キスマイフット2でエンドレスサマー。
改めまして、キスマイフットツーの横渡です。宮田俊也です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージのコーナーです。さあどうしますか。じゃあ俺読んでいい。嫌です。嫌ですか。どうぞ。いいですか。すみません、ね、奈良県にお住まいのラジオネームしおんさんからいただきました。こんばんは。こんばんは、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。先日の宴の横尾さんのダンス、すごくすごく素敵でした。ロボットダンスってカクカクした機械的なだけのものかと思っていたんですが、横尾さんのダンスは繊細で美しくて、大切にされた記憶を持っているかのような美しさとか哀愁とか感じられる気がして胸がいっぱいになりました。ゴシックな雰囲気の衣装もスタイルのいい横尾さんをより一層引き立てて、歌の世界観にもとても合っていましたよね。すごく素敵なダンスでしたが、作るにあたって苦労されたことやここを感じてほしいとかお話聞けると嬉しいです。これからも横尾さんのダンスたくさん見たいです。楽しみに待っています。いやこれさ、俺もさちょうだい、めっちゃいいなって思ったんだよね、横尾さんのやつ。ちょうだい、いっぱいちょうだい。なんかあのね、横尾さんが一人で踊ってるイメージってメンバーだけどそんなになかったのよ。ないね。それもそうなんだけど、それでなんかさ、いや表現力めちゃくちゃあって、いや俺は本当にあれはもう素晴らしいと思ったよ。意外にできちゃうんですよね。そう、いやそう、あの本気本気出したら横尾さんすげえじゃんっていうね、まあ、いつも本気でやってくれてはいるんだけど、気持ちを本気でやりますよ、いつも気持ちはね、ふざけてるばっかじゃないですよ。そうそう、うん、あの宴っていう番組でブサイクの4人が歌に合わせてなんかそれぞれ1曲ずつソロダンスするっていう企画だったんだけどね、めっちゃ良かったよあれ。いやー迷いましたよね、お互い。いや4人振り付けから始まり、うん、そうね、トシ君も良かったですよ。いやーなんかね、王子様でやったんだけど、もうあの4人のパフォーマンスの中でちょっと横尾さんのやつオンエア見たんだけど、ちょっとやっぱ頭一つ抜けてる感じしたもん。せんちゃんは別の意味でなんかあの別ベクトルで頭一つ抜けてたけど、収録せんちゃんの見て、うん、あれ俺滑ったわっていうか3人滑ったなと思った思ったよねあれちょっとガチでやりすぎたなってそうそうそう、いやあれは千賀健人のダンスのクオリティが高いからできることだけど、うん、あ俺ら3人滑ったって思った。わかる、俺もせんちゃんの後だったからさ、うん、もうどうしようと思って、でももう決めたパフォーマンスをやっぱそのままやるっていう方が絶対いいなと思ったんだけど、うん、でもあれですよ、最初の方、うん、世界入れてませんでしたよ。入れてなかった。千賀健人の世界がちょっと入ってましたいやだよね、うん、偉そうだね。途中から吹っ切れたのか変わりましたけど、最初の方は結構にやついてるっていうか、どうしようみたいな感じではありましたよ。横でね、あのリトルグリーモンスターの朝日さんが歌ってくれたんだけど、うん、俺の時は朝日さんという、あのこれやばくないですかみたいな、これできますみたいな、で朝日さんもいやちょっと厳しいかもしれないですみたいないやもう俺たちは俺たちでやりましょうって言って、あれは全部持っていかれましたよ千賀健人に。確かにね、うん、いやでも横尾さんのもめっちゃ良かったんだよな。いやふざけてリハ中ロボットダンスしてたりするんで、あ、それ使おうかなっていうのはありましたよ、うん、ふざけてロボットダンスやっててあんなに上手くなってたの知らなかったいやでも我々 の先輩たちがさ、たまにやったりするじゃないですか、うんうん、時にロボットダンスの手動っていうの、うんうん、とか終わりの動き方とかを見て勉強させてもらってたので、うん、あーなるほどね、そっか、ちょっと戻るんだよね、あーこうガンって止まった時に、そうそうそう、うーん、あでもああいうのすごいわ。もうやりたくないよ本当？俺もっと見たいって思ったけど俺。何がって振り付けが嫌よ。あー、そういうことね。せんちゃんやっぱすごいなと思った。確かにせんちゃんのは面白すぎる。なんか女装してたんだよね、女の子の格好してて。ヒロ君かわいそうだ。かわいそうって言い方は失礼か。ヒロ君がやりづらそうだった。やりづらそうだったね。あれはちょっと放送見れなかったんですけど、うん、パート1とパート2どっち放送したんですか？もうどっちも放送していました最初せんちゃんがやったバージョン踊ったバージョンと、うん、その後中井さんがさ、うん、いじってあのせんがお前もっと後ろ行ってみたいなあの曲フルっていうかあの長さを、あ、そう、多分
尺変わらずだったと思う。すごいね。そのなんか CM 挟んでたからね。CM またいでせんちゃんやってた。さすがっすね。いや、面白かったね。素敵な、なんか時間だったなって思いました。はい、続いていきますか。うん。山口県、ぎゅんちゃんさんですね。8月10日、11日のドームに行きました。本当に本当に楽しくて、約1ヶ月経った今も思い出してはニヤニヤしています。毎回衣装もとても素敵でよりかっこいいです。そこで一つ疑問が。ライブの衣装は同じものは何着かあるのですか？あんなに踊って汗かくと1着2着では足らないよねと思います。よかったら教えてください。これからもずっと応援しています。ああ。1着ですね。そうだね。アリーナの時とかさ、昼夜ある時はさ、あの衣装さんがさ乾かしてくれたりさ、大変ですよね。そうや、感謝ですよね。うん、であとね、衣装をあれだけじゃなくて俺たちの靴下とかも洗ってくれてたりするじゃない。なんか確かにプライベートの下着だったりも、そうそうそう、あのレッスン着だったり洗ってくれてますからね。感謝ですよね本当に。カゴ持ってもう洗い物ないって楽屋衣装さんが来て、あちょっと待ってパンツあるみたいなさ、なんか母ちゃんみたいな感じだよね。お母さんだよね。そうそう、もう本当にね、衣装チームももう長いお付き合いだからね。ジュニア時代の時からの方が今リーダー格でやってますよね。そうそうそう、うん、ね、なんかこうね、お互いこう年取ってなんか、うん、でも関係性変わらずみたいな感じで素敵なチームだよね。愛されてますよね、キスマイフット2は。本当にね、宮田さんはすごい汗かくんでね。うん、僕の扇風機宮田さんのところにありますからね。知ってます？え、そうなの？早替え場に僕扇風機ないんですから。え、置いてないの？置いてないですよ。で、譲ってくれてたの？いや、どうしますか？いや、僕扇風機いらないですよ。どうしますか？あ、宮田さんに貸してあげてください。ありがとうございます。違うよ、扇風、ドライヤーを扇風機代わりにしてたりするじゃん。あ、時間がある時に。そう、うん、そうね、うん、だったのでいいかなと思って。そう、俺今年のさ、ツアーはさ、はい、ライブ中に2回髪型変えるっていうのをなんか自分の中でやってて。はい。そう、最初はあのメイクさんにセットしてもらって結構ふわふわな感じで行って、はい、で、あの中盤 MC 明けぐらいから前髪下ろしで、後半がっつり前髪分けて上げていくみたいな。俺すごいと思うのが、うん、今回のツアーはソロ曲がなかったじゃないですか。なかった。あとユニット曲も、うん、全員7で出てたじゃないですか、うん、早替え場にいる時間そんなないじゃないですか。そうね。あの時間に髪型セットするってすごいな。一回マジでデト散りそうになって、あのいつものどこですか？ちょっと怒られた。あのもう言っていいか、うん、言っていいか。ファイヤービートをさ、ポップアップでボーンってこうジャンプアップして出るのよ。その時にもう本当にあれ遅れるとマジで危ないから早めに来てくださいってちょっと強めに言われた。それ初めの方じゃないですか。そう、初めのアリーナの時かな。みんなのダメ出しの時言われてましたね。言われてた。それでもやめなかったよね。いや、そうだね。あのやっぱね、結構あそこ早着替えの。そう、早いんだよ。あそこでドライヤーとかやるっていう勇気すげえわ。勇者だよ。でもなんかね、ちょっと自分の中で一回決めちゃったから、髪型ここで変えるって。あ、ルーティンね、ある。そう、なんか、それはちょっと崩したくないなっていうので。ライブ中にちょっとおトイレ行くと、そこでもう行きたくなっちゃう感じ。ライブ中におトイレ行って。今回行ってないですよ。あ、今回はね。うん、だからソロとかあったりすると、うんうん、行けるじゃないですか。そういう時行っちゃうと、もうそこで毎回行くみたいな。うーん。なんか崩れちゃうのが怖いかな。確かに。そう、できちゃうよね、なんかルーティーンがね。いや、ファイアビート前もしてましたよ。あの、インパクターズが歌った後とか。うんうん。めっちゃドライヤーして、メイクさん2人ぐらい。でもね、やってなかった。あの、最初ついてくれてたんだけど、うん、なんかもう本当に早替えと髪の毛もあったから、あの本当にスプレー1本置いといてくれたらあと自分でやるって言って、あのもう結構せめぎ合ってるじゃん、あそこ時間と。でちょっとピリつく瞬間とかもあるじゃん、早替え場って。あれね、見せてあげたい、その7人のそれぞれを。ああ、お風呂後だったよ、ドライヤーの仕方が。そう、いや、一回ね、一回シャワー浴びてる感じになってるけどね。でその後走って自分の位置に行くのやめてもらっていいですか？
やっぱギリギリになっちゃうんだよね。大したお客様から見えないところは猛ダッシュ、見えるとこからカッコつけて歩くってメンバーにはバレてますから。いやそうね、そのオンオフを見せてあげたい。いやもうちょっとでもこれね、裏側見たら結構面白い瞬間あるよね。あります、あるよね。あと衣装チェンジしてステージ上がりました、うん、その自分が映るのが一発目の時に髪型チェックするのマジでやめてもらっていいですか。バレバレですから。バレてる、あの大きいモニターに映るの自分が映った瞬間チラッて見てちょっと変だとこう指でチョンって流す。バレてますから。バレてたか。あの宮田あるあるです。そうなんだよね、ステージ上がって一発目に映ると髪型チェック。めっちゃ恥ずかしいわ。多分お姫様たちは気づいております。いや本当にね、姫にはかっこいい王子様を見せたいっていう思いからやってしまっている行動なのでね。はい。まあね、こんな話をもっといっぱいしたいですが時間がないので、はい、メールコーナー以上でした。スマイレディオ文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ。ここで僕たちキスマイフット2からのお知らせです。キスマイフット2のニューシングル2 as 1が現在発売中です、そして玉森裕太主演のドラマ祈りのカルテ研修医の謎解き診察記録は10月8日から、日本テレビ系で毎週土曜夜10時オンエアです。そしてこの主題歌にキスマイフット2の思い花という曲が決定しました。主題歌もぜひチェックしてください。はい、千賀健と出演のドラマ夫婦円満レシピ交換しない一晩だけは10月5日からテレビ東京系で毎週水曜日24時30分オンエアですが、初回放送は深夜1時から放送です、注意してください、番組では皆さんからメールをお待ちしております。アドレスを宮田さんお願いします。はい、メールアドレスは kiss@joqr.net kis@joqr.net です。はい、今夜もそろそろお別れの時間ですが、皆さん誕生日おめでとうございます。ありがとうございました。あのメンバーで一番先にメールくれたのは、うん、タマでした。でしょうね。タマなんかね、めちゃくちゃなんか面白スタンプ送ってくれて、うん、なんかおめでとうみたいな、なんか勢いある、うん、あ、何このスタンプ面白いと思って、はい、送ってくれたスタンプ俺も買っちゃった。仲いいな、仲いいね。うん、その後どういうメールのやり取りは。ありがとう、あのタマもなんか忙しいと思うけど体に気をつけて頑張ってねみたいな感じ。仲いいっすね。そう、他にはないんですか。タマどうなんですか、ナイスフライトの共演したわけじゃないですか、はいはいはい、ちょっとその話を聞かせてエンディングいきたいと思いますので、その時の共演話はちょっとお聞かせください。そう、あのナイスフライトってタマがやってた7月クールのドラマの最終回にワンシーンだけ出させてもらったんだけど、あのシーンの撮影してもうあのドラマ全体がクランクアップだったんです。ちょっと長くなりそうなので、この話は来週に聞きたいと思います。ぜひとも皆さん来週も聞いてください。それではまた来週水曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバーイ。横尾さん、宮田君ありがとうございました。先週ね、宮田君とね、北山君の誕生日だったということでおめでとうございます。さあ、片山由依ちゃんのね、所属する乃木坂46もメンバーが多いのでね、はい、誕生日とかたくさんあってお祝いするの大変じゃないですか。そうですね、やっぱりでもあの割と乃木坂46だとあのメッセージアプリとかでこうおめでとう、今日は誰々の誕生日ですっていうのが、それでね、はい、それでみんなでおめでとうってこうメッセージ送るので、欠かさずそれを、はい、今日誕生日の誕生日だよなみたいな、たまたま、ね、忘れちゃった時にはもう非常じゃない。そうですよ、たまにあるんですよそれが。ねえ、絶対あるよそれは。そうなんですよ、その時はなんか気づいた先輩とかがやってくれたりとかしてくれるんですけど、ね、あるよね、はい、本人は全然気にしてないとか言ってきながらもやりおったやりおったなって内心あれ恥かかせおったなみたいなね。いやいや、まあね、でもそれは大変だよ、人数が多いとね、うん、さあ、まあ、まゆちゃんもそっか、もうすぐねえ、はい、ねえ、そう、あ、もうすぐじゃないか。そうだそうだ。え、どういうことですか。違う違う違う。待って、誰と間違えました。あれ？メール行かない行かない。さあ、来週もよろしくお願いします。文化放送から生放送、お天気のりと乃木坂46田村真由のレコメン。さあ、メールの方紹介していきましょうかね。あれ、はい。
違う。まいちゃん、違うんだって、もう違う。あれなんですね。まいったな。え松田里奈ちゃんが10月。違うんだって、まいちゃん。違う。いやー気持ち焼かないよ、違うんだって。私は1月です。知ってます ?1 月大好きですもん、俺。もう1月が。早く来ねえかな、つって。もう、ほんとそうなんだ。お正月より楽しみにしてんだから、舞ちゃんの誕生日を俺は。もう、全く。ねえ、やっと初めて明けましておめでとうございますって言うんだから、俺、舞ちゃんの誕生日にね。いきますよ。はい。東京都ラジオネーム、汗とこもれ、4月がすごかったでしょ。さっき言った。すごかった。早口になるっていうね。めちゃめちゃ早かったです。いやー、びっくりした。汗と木漏れ日のファスナーからいただきました。16歳。ありがとうございます。秋元真夏ちゃんが NG を出したとき、気まずい雰囲気になりましたか?さっきのね。ああ、いや、全然、めちゃめちゃやっぱり、人柄が人柄なので、もう明るく、うん、なんか、ね、みんなでニコニコしながら、うん、もう一回やろうって感じでした。そうなんだね。はい、楽しかった。誰のとき気まずくなんの?誰、気まずくなんないです。誰かな、あのメンバーでしょ。やばい。気がつかないふりして。お今の NG だったんですか?なんて。大丈夫大丈夫です。大丈夫です。誰が出してもめっちゃにこやかなのでみんな。そうなんだね。私は一発 OK でしたけどね、みたいなこと言わないの言わないです。言わない。愛知県ラジオネーム、腹ペコシュンティーからいただきました。ありがとうございます。この前の日曜日、久しぶりにまゆちゃんのミーグルに行ったのですが、うん、僕はのりさんみたいに、もしかして髪色変わったと聞いたら、光が当たってそう見えるのと言われました。うん、僕ものりさんと一緒でまゆちゃんの変化に気づくのはまだまだ持続不足ですっていう。ノリさんでしょ。俺は結構気がついてますよ。スタッフとかがたまにね、分かったような口聞いてね、言ってくるんですけど、間違い、大いに間違えてたりすると、めちゃくちゃ嬉しいですもんね。お前どこ見てんだよ、つって。下がれよ、つって。ねえ。はい。まあ、リスナーもやっぱり、でも、うん、違うぞってこうなって言うんだけど、違った時はでも優しくないですか、はい、光が当たってそう見るなんて一回も言ってくれたことないじゃないですか、こっちに。時ってなんか部屋の明かりによって髪色がめっちゃ明るく見えたり暗く見えたりするんですよ。まあ、照明によったりとかね。ここはなんか光ずっと変わんないのでくすんでるしちょっとね。そんなことないです、ね。逆にくすんでるからね。はい、いやでもそうやって変化に気づこうとするの可愛らしいですね。うん嬉しいです、うん、すごく。そしてそれに対して怒らないまえちゃんがすごく珍しくていいなと。珍しい、うん、どういうことですか。いやまえちゃんの変えてないですよっていうのがすごく。突き刺さるような感じで、ああ、そっかーなんつってみんなね。あれで?どっかで褒めてもらいたいと思うんだろうね、まゆちゃんに。茨城県ラジオネーム、フライドラゴンからいただきました。ありがとうございます。筒井あやめちゃんがラジオで、匂いが好きなメンバーは、まゆちゃんと答えていました。おー、嬉しい。まゆちゃんは匂いが好きなメンバーいますか?匂いが好きなメンバーってどういうこと?